初代アッシュバートン男爵ジョン・ダニングは、イギリスの政治家、貴族。1780年4月に、王権の議会への影響力行使の削減を求める、ダニング道義を提出したことで知られる。生は、ダニングのほか、ダンニングとも表記される。1731年10月18日、ジョン・ダニングとその妻、エリザベスの愛の子として、デボン州、アッシュバートンに生まれる。 アシュバートンのグラマースクールを卒業した後、ミドルテンプルへ進学し、法廷弁護士資格を取得。1765年のリーチブイマネージ件における一般逮捕状の合法性をめぐる訴訟で優秀な弁護士として名を馳せた。1768年3月の総選挙でカーン選挙区から選出されて、ホイック等の庶民議員となった。 1768年6月から1770年1月にかけて、初代グラフトン公ヘンリー・フィッツロイ内閣で、法務次官を務めた。ゲアゴは、大ピットの派閥に属し、アメリカ独立を防止するため、ジョージセイやノース卿フレデリック・ノース内閣による退職民地眼圧政策に反対した。1774年には、政府が、 ボストン茶会事件の報復として制定したマサチューセッツ湾植民地の直轄化を定めたマサチューセッツ政府法に反対し、その演説の中でダニングは、この条例は、反抗せよ、さすれば何時らのの毒病を切らん。目せよ、さすれば何時らに課税せんと言っているのに、等しいと論じた。1778年の大ピット死去後もその派閥を、 継承した第二大シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティの派閥に属した。1780年4月6日にダニングはダニング道義と呼ばれる以下の道義を提出した。王権の影響力が増してきている。現在も増大中であり、削減されなければならない。本因は本因の英知を示すときに適当と思われるときは、 いつでも王室費の支出面及びその他の公費支出の各部面において乱否が行われた場合、それを調査し、是正する権限を有する。このダニング同義は233秒対215票で可決された。これを受けて首相のオス卿は総辞職を申し出たが、国王はそれを却下した。 しかしその後、党員工作という政府の積極的な中立派銀取り込みの多数派工作があり、4月24日にダニングが提出した請願が受け入れられない限り、議会解散を行うべきではないとする動議は242対203で否決されている。そのため政府に対する決定的打撃にはならなかった。アメリカ独立戦争の敗北の影響で1782年2月に、 アメリカにおける戦争終結の道義が可決され、ノース教内閣は総辞職した。アメリカ独立に前向きな第2代ロッキンガム公、チャールズ・ワトソン・ウェントワースに祖格の対面を下すべき状況となったが、国王は新内閣がアメリカ独立に前のめりになることを恐れ、対面の条件としてシェルバーアン白派の入閣をロッキンガム校に認めさせた。 こうして成立した第二次ロッキンガム公内閣に、シェルバーン博は内務大臣、ダニングはランカスター校了大臣として入閣した。1782年3月27日に、スミ密顧問館、同年4月8日には、グレートブリテン貴族爵位デボン州におけるアシュバートンのアシュバートン男爵に除され、貴族院議員に転じた。ロッキンガム公の死去後のシェルバーンハク内閣にも、 留任し、引き続き内閣の法律顧問の役割を果たしたが、貴族院での役割は小さかった。シェルバーン白退任後も、国王の助言者として留任したが、1783年8月18日には、死去した。爵位は、次男リチャード・ダニングが継承したが、彼は子供を残さずに1823年に死去した。ため、爵位はそこで廃絶した。現在まで続く。 アシュバートンダンクイは、ジョンの妻エリザベス・ベアリングの老いにあたる、アレグザンダー・ベアリングが1835年に、除されたものである。1782年4月8日に、以下の爵位に除された。1780年3月31日に、ベアリング財閥のソジョン・ベアリングの娘、エリザベス・ベアリングと結婚し、彼女との間に子を設けた。ありがとうございます。